はい、こんにちは。今日はもう雑談会です。皆さん、昨日はジュラシックワールド炎の王国はご覧になったでしょうか。僕もですね、あの例にたがわぬですね、まあ、ジュラシックパークが、まあ、かなり好きでですね、93年の映画 で僕92年生まれなんですけど、1歳の時に、まあ、当時住んでたなんか広島だったんですけどね、あのアメリカの父親のアメリカの友人がですね、そのビデオテープを持ってきてくれて、でこれあげるよブルーホース君に出てくれたらしいんですよね。でそれを見て、僕は当時、6畳半くらいの部屋で、あのそのジュラシックパーク見てたんですけど、まあ、テレビがですね、あのこういう部屋だったとしたらこの辺りにあって、でこう かぶりつくように見てたんですよ。ところが2時間半終わる頃にはですね、ここにいたらしいんですよ。もう部屋から端っこに恐竜があまりにも怖すぎてっていうので後ずさったっていうのを母親がこう爆笑してたっていうですね、あのエピソードもあったりするんですけど、まあそんな感じでですね、やっぱり男の子って結構恐竜が好きな子が多かった。恐竜とか車とか、まあ、車っていうか、まあ乗り物関係ですよね、とか、まあ、あの昆虫とかそういう生物なのか乗り物なのかっていうのはやっぱりこう分かれたりするんですけど、僕はその中でも恐竜が結構好きでですね、図鑑なんか買ったりして、こう端から端まで読んで、なんとかザウルス何か何かとかっていろいろこう覚えたりとか、恐竜はなんで絶滅したんだろうなとかっていうのをいろいろと勉強したっていう話なんですけど、まあ、それは僕が個人がどうだったかっていう話は置いといて、どうですかね、結構こうウィキペディアなんか見てると、今回のその炎の王国っていう、まあ、タイトルのですね、作品、今回の作品に関しては非常にまあ高評価みたいなですね、あの2018年度だったかな、でも、5位に当たるような、なんか80何点とかっていう評価が出てたみたいな話が出たんですけど、個人的にはですね、ロストワールドでの失敗を生かしてないなこの映画っていうのが思ったりするんですね。まあ、新シリーズ3作品のうちのまあ2作目で、でロストワールドって、あのね、あの初回のジュラシックパークロストワールド、ジュラシックパーク3っていうその旧3部作の中でのやっぱり2作目ってなんとこうちょっとダサ作になっちゃうのかなっていう気はするんですよね。うん、でただでさえあのジュラシックパーク3で、スピノサウルスが主役になって、ティラノサウルスがワンシーンしか出なくて叩かれたっていうのにかかわらず、ティラノサウルスのね、あの出番がほぼなくですよ、ほぼなく、インドミナスラプトルだったっけ、インドミナラプトルだったっけ、こういうのを思い出せないのがちょっと弱いなっていうところなんですけど、ね、結局やっぱり恐竜がその街に出て、まあ、今回街じゃなくてただの屋敷一つだけでしたけど、やっぱりああいうパニック映画っていうのはちょっと B 級感が出てしまって、そのジュラシックパークのサバイバルという一つの島から逃げるっていう壮大なストーリーから若干外れて B 級感ちょっと安っぽく感じてしまうなっていうのが個人的な意見なんですけどね、皆さんどんな感じで見られてたでしょうかね。で、まあ、ロストワールドっていうのはそのマイケル・クライトンっていうそもそものジュラシックパークの原作を書かれた方が、その原作と映画のその執筆と作成というのがこう同時進行だったらしいんですよね。だからあの小説家 そのマイケル・クライトンさん、原作者の方が、あの自由に書いて、自由に作ってくれていいよっていう風に言われて、実際に作った結果、原作と全然違う中身になってるわけなんですよ。で結局あのゴールデンラズベリー賞の中でですね、3つの最低賞にノミネートされてしまうという、最低続編賞、最低脚本賞、それから最低人命軽視と公共物破壊しまくり作品賞って、なんちゅう名前やっていう話なんですけど、っていうところに、まあ、ノミネートされてしまうというですね、まあなんともあのノミネートされただけで、あの受賞はしてないんでね、なんとか難を逃れたかなっていうところではあるんですけど、まあね、うん、あの今後その恐竜がその街に放たれて、それをどう回収していくのかっていうのが、次 のドミネーションでしたっけ、あの第3作品、来年の6月に公開されるジュラシックワールド館という作品、館ですね、終わる作品の中でどう伏線を回収していくかっていうところなんですけど、ジュラシックシティというですね、とんでもない B 級映画ではですね、あの恐竜があのロサンゼルスの街に放たれて、はい終了というオチだったんで、どうすんのこっから先って、でそれがその作品で終わってしまってるんで、結局恐竜がもう街に放たれて終わりみたいなところだったんでね、ここからどう事態を収束させていくのかっていうのが、まあ、あの果たして納得のいく展開になるのかどうかっていうところなんですけれどもね、まあ、個人的に楽しみなのは、まあ、あのあらゆるその映画俳優さんがいっぱいいる中でですね、僕はもうサム・ニールさんがすごく好きで、アラン・グラント役ですね、があの前編通してあの非常にこう重要な役割として出てくるっていうところと、またですね、あのオーエン・グレンディ役のクリス・プラットさんですね、クリス・プラットさんとサム・ニールさんがそれぞれの役で、やっぱりアラン・グラントっていうのは古生物学者じゃないですか。で、クリス・プラット、演じる応援に関しては、まあ、元海軍の軍人ですよね。まあブルーをはじめですね、ベロキャラプトルを育てたから恐竜に対しての愛着っていうのはあるかとは思うんですけど、やっぱりジュラシックワールドの第一作なんかでは平気でその
プテラノドンとかを撃ち落としたりとかして、やっぱり武器でこう恐竜を制圧するっていうところもあったりするので、一緒に生活、そもそも相入れない存在としての認識を持っているアラン・グラントと、やっぱり制する存在として恐竜を見ている、オーウェントがこうお互い考えが違う中で、どういうふうに恐竜を元の世界に戻していくとか、あるいは共存していくとかっていう結論にたどり着かせるのかっていうのが、ここのこう葛藤とかがあったりしたら面白かったりするんですけどね。でやっぱり個人的にもう一つ楽しみにしてるのが、あのジュラシックパーク1から今回の炎の王国までで、子供子役の人たちがこうそれぞれ活躍してるじゃないですか。レックス・ティミーから、それから、名前忘れてしまった、ジェフ・ゴールド・ブラムさんの、 あのイアン・マルコムの娘さんですよね、はい、とそれから、エリックですよね。でそれから4でもあの兄弟2人が出てきて、で5でもね、あの女の子が一人出てきてっていうので、やっぱり子供がそれぞれで活躍するシーンっていうのが、まあ、非常に多い映画でもあるんで、第6作品見て一体どんな子が出てくるのかっていうのが、個人的にはワクワクしているところです。であとはやっぱりブルーがどんな登場してくるのかっていうのも、新3作品目でも楽しみだったりしますよね。恐竜を全てこう元さやに戻すための役割を果たす重要な、まあ、立ち位置になるのか、それとも、まあ、本能に目覚めてしまってやっぱり人間とは相入れないから、襲い始めてしまうのかとか、まあ、いろいろ伏線って考えられますよね。というところで、まあ、個人的にはあの炎の王国に関してはちょっと辛口なあの意見です。ロストワールドで世間からあんまり高評価をもらえなかったにもかかわらず、街に放してパニック映画にしてしまうっていうところに持っていった炎の動くっていうのはどうだったんだろうなと。とはいえ、個人的には最後の、前半最後の方のシーンの島から離れてた時に、ブラキオサウルスが火山の噴火によって巻き上がっていく煙の中に首がどん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 なくなっていくっていう、首がどんどん見えなくなっていくって、あのシーンはかなり感慨深かったですけどね。皆さんは、どんな感想を持ちでしょうか。またコメント欄に書いていただけたりとか、直接、ね、声かけていただけると非常に嬉しかったりします。ということで、最後にですね、どうでもいい話なんですけど、皆さんのですね、ジュラシックパークとかジュラシックワールドいろいろ見てるシーンの中で、なんか個人的に好きなシーンってあります？僕ね、3つあって、1つがもう全部旧3作品から振ってきて申し訳ないんですけど、第3位がですね、レックス、女の子、第1作品目の女の子ですね、がスプーンを持って、ごめんなさい、全然関係ないんですけど、スプーンを持ってこうゼリーをすくって食べようとしてたら、こう後ろにベロキラプトルが現れて、それをプル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 って震わせて、で後ろ前に座ってた君が後ろ向いて、はぁって言って、こうタタタタタタって食堂に逃げていくシーンがあるんですね。あそこが印象的なんですよ。こうプル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 震わせて、あれをですね、もう常に真似してゼリー食べるときは必ずプル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 震わせて、お母さんにですね、あんた早よ食べんしゃいとかって怒られたりとかするっていうね、そんな思い出があったりします。それから、第2位がですね、これはジュラシックパーク3 の、 アラン・グラントのとあるシーンなんですけど、これはですね、エリックとアラン・グラントが2人で行動してたところに、その両親と、それからまさかこれ忘れた、グラントの助手ですね、助手と3人でがこう再会するんですよ。ところが大きなフェンスがあって、でなんとかこう再会できたことを喜んでるんですけど、後ろをパッて振り返ったら、今回のそのジュラシックパーク3のボスのスピノサウルスが立っていると。でその立っている、スピノサウルスを見たアラン・グラントが口をこう横、こっちにエリックがいるんでね、口を歪ませながらで走っていくシーンって、あそこのそのラーンって言い方がめちゃくちゃかっこいいんですよ。ラーンじゃないですからね、どっかのシーン中ラーンじゃないですからね、ラーンですから、ね、走れですからね、綺麗な方のラーンじゃないですからね、はい、というそのシーンがもうすごく好きです。それから第1位がもうこれは皆さんも結構印象的なシーンじゃないでしょうかね。アラン・グラントとか、イアン・マルコムとかエリー・サトラーが、初めて恐竜に出会ったあのシーンです。で車に乗ってってですね、で、こう車が止まったなと思って、こうハッと横を見たら、アラン・グラントが、でサングラスを外して、こう外して、で、こうエリーがですね、こうなんか こんな植物珍しくて、現世にはなかなかないわってやってるのを、こう頭をグイってやったら、こうグイってやられたら、口をアングリさせて、で、一緒に同じようにサングラスをこう開けてって二人して、言い方あるんですけどアホ面して目の前に立っているブラキオサウルスを見て、マジかよみたいな、あのシーン、初めて恐竜を
目撃するあのシーンがもういかんともしがたいくらいですね、やっぱ感動的なシーンですね。皆さんのジュラシックパークの好きなシーンはいかがですかね。はい、ということでそんなことを話してたら、あのジュラシックワールドを見た影響もあってですね、1から4まで一気にまた見たくなってきちゃったなという気がするので、まあ、ちょくちょくですね、あの見ようかなと思います。そしてやっぱり来年のですね、あのジュラシックワールド3も、見終わったらまたこうやって皆さんと一緒に YouTube を通して会話ができたらなんていうふうに思ったりします。ということで、雑談に付き合っていただいてどうもありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。